思い出ご飯の時間がやってきました。イエイ。はい、今回は神奈川県川崎市にやってきました。今回行くお店はね、まあ、川崎市の中でも、はい、元住吉、もう東横線、そうです、といえば、もう豚干し、そう、世界そこしかない、できました、ということで行ってみましょう。ご飯、はい、なんか向かってますね、結構ね緊張感ある、なぜならここはすんごい長く待つから、帰れるかっていう、だからそういう顔してるよ、でね、入り口が看板ないからちょっと最初ハードル高いよね、わかんないもんね、そうそう、お、勝負たラーメンみたいなのあるんですね、いろんなね辛い辛麺のがあるんだけど、今回は小ラーメンに来ました。初めての魚粉、生姜、ちょっとどんなのなるかね、もしかしたら今日はちょっと味変なんかもいっぱいするかななんて思いながら、ちょっと卓上チェック、外から見たら分からないですね、ラーメンか一緒で分かんない、だから本当初めて来ました。おー、来ました。この湯気が最高、すごい、すごい、ここもまたこぼさないからが大変ですね、そうそう、あれこれ2つ入ってるの、そう、僕はお皿の代わりに、あの丼でこう垂れたシール、昔からそう、昔違ったような気がするけど、あ、どうだったかな、あれ溶けてない、初めて行った時とかはね、まだ溶けてないけどもうパンパンですよ、でもこれ森はそんなに多くなくなりましたね、そうなんね、半分ぐらいに見えた、やっぱ金曜、あとね人もちょっとね、またいつもと違ったんで、ああなるほどね、野菜はちょっとくたっとしてる感じ、これね、あのいい塩梅、くたくたじゃないんですけど、ちょっと一回くたぐらいな感じ、色も綺麗でしょ、そうですね、でね、こう豚越さんは、まあ、最初言っちゃうと、全部のバランスがめちゃくちゃいい、本当にバランスが、だから料理としてこうバランスが本当に綺麗なラーメンですね、で魚粉トッピングしたから、もしかしたら魚粉が上からバサッとかかってんのかなと思ったら違うんだよね、本当塩梅よく混ざってて、ほのかに感じる程度、なるほど、じゃあもうなんかスープとかも魚粉の香りがするって感じ、本当に控えめに、だから本当にザ・魚粉を求める人は2個とか3個頼んでもいいんじゃないかなってぐらいの、さりげなさ、でここの背脂はどうですか、油うまいですよ、ここの油はね味がつきすぎず、もう背脂の油感をちゃんと生かした感じの、で今のが生姜ですか、生姜だね、あ、いやニンニクじゃなくて生姜って、そう、ニンニクは入ってる、ニンニクも入ってる、ニンニクも入ってる、でちょっと分けて、ちょっと見た目は負けた、ちょっとだけ似てるけど、あるんですよ、本当だ、ニンニクだね、だからね、一個の魚粉と生姜トッピングしたけど、ベースはやっぱりいつものあの小ラーメンの味のまま、ほのかにちょっと違うかなっていう感じです、うちもよくこんだけ野菜食べたらね、健康になってしまいますよね、めっちゃ健康になると思います、これは本当にこの量は、昔言えば1週間二郎生活してね、あ、痩せたもん、痩せたからね、この野菜さっきの香り、ちょうどいいシャキシャキ感もあるんだ、すごい食べやすいし、普段ここまでもやし食べないですよ、食べないね、多分もやし炒め定食よりももやしだけでしょ、もやし炒め定食3つ分ぐらいはある、入ってるよね、もっとかな、またここまでね、もやしだけですから、まだ麺いってないもん、でも楽しそうに食べてるよ、そう、だからさっき言ったね、バランス、魚粉がね程よく本当に効いてんだよ、へえ、うまいね、で豚は柔らかめ、あまり大きくなくて助かりますね、そうね、時に奥から急にでかいのが出てきたりする時もあるんだけど、だ崩れてるんだろうね、柔らかいからね、そんなに脂っこさを感じないんですよ、そう、ちゃんとね脂出てんだけど、そのほんとにねバランス何回も言うけど、すごい絶妙なんだよね、ちょっと平たいんだよね麺が、そう、で麺も柔らか麺もそうだね、噛みやすい麺で、だってこう以前ね、干し麺で辛い麺とか、あの汁なし頼んだ時もあったんだけど、何を頼んでも本当に塩梅が程よいから、やりすぎってことがないお店、さっきの魚粉にしても生姜にしても、あ、美味しそう、これまた前橋、前橋、ね、効力発揮、このこっからね効力発揮するとこだよ、比較的滑ってないでしょ、麺が全然滑ってない、しっかり掴めてるね、やっぱね、ここのお店はすごく並ぶのは分かるね、
うん、店内に30人ぐらい並んでたからこの日も、うん、後ろに並ぶんだよね。そうそう、店の壁のところに並ぶからね、うん、結構ずっとシャキシャキしてる感じだね。そう、うん、生姜なんか結構、うん、濃く見えるね、色が。そう、だから若干こうやっぱね、な、茶色っぽいのは魚粉のあれが出てるからね、うん、いいね、これ生姜も入ってるのがね、またうまいんですよ、うん、やっぱニンニクと違う？ニンニク全然違うね、うん、うん、爽やかですね。そう、もうニンニクは結構ニンニクの味が立ってくるからね、強烈に。生姜本当に程よく、なんでサポートって感じのね、うん、あ、そう、うん、自分の前で言うと結構、うん、生姜の方がガッと前に行ってた、うんうん、ただ生姜って大量に入れても、間違いがないような感じはしますけどね、うん、そうそうだね、お、脱いだ、あ、出たぞ、また前に出ましたね、うん、やっぱこの辺からね、あの、もう野菜の壁がなくなるから隣の人に飛ぶかなみたいな。後ろの方大丈夫ですか？後ろ大丈夫です。後ろには飛んでなくても、あ、いやいや、あの映ってるから OKOKOK なんですよ、この二人が言ってくれてね、うん、あ、いいですよって、もう、うん、夜は後ろにね、ずらっと並んでるからどの角度にしても誰か入っちゃうわけ、あ、それもね、気づいてくれて、うん、いいですよと言ってくれました、うん、なんかもうやっぱりグロッキーやね、このグロッキーだね、うん、ちょっともう、わかるよね、うん、頬の膨らみ方がね、うん、3分の2以上、もう終わりか、結構来ましたね、うん、あ、来ました、はい、最後はちょっとね、うん、いや、もううまかったな、うん、やっぱ今回初めての魚粉、さりげないというのも存在感あるんで、うん、やっぱりね、いい、美味しかったよ、これも、うん、はい、ということで、はい、ということでいただいてきました、はうん、もうね、何回も言ったけど、うん、もうバランスがいい、でこれもこの一杯だけじゃなくて今まで何回も通った経験からやっぱりね、でも初めの時ってそこまで分かんなかったけど、通えば通うほど、うん、ここならではの食べやすさってものがね、不思議だね、馴染んでくるのかな自分は、うん、そういうのあるかもしれないですね、うん、多分馴染んでくるから、うん、こんなにファンがいるんですよね、あ、そうだね、うん、でも常連の人多いもん、話とか頼み方聞いてても絶対これもう2回や3回じゃないなって人が多い、うん、中毒になるんじゃないかと思う。実はこのさ、中毒性ってやっぱりラーメン二郎とか二郎系多いと思う、家系とかもね、うん、でもあの中毒性が多い中でも、うん、これは本当になんていわゆる中毒っていうか、かなりパンチが強いなっていう中毒性もあれば、うん、ここはね、うまさの中毒って何だろう、バランスの良さで、なんだろう、あの味また食べたい、なんかね、うん、不思議な感じやね、うん、行けば行くほど前、まあちょっとまた辛い麺の話しちゃうけど、うん、辛いのに、うん、辛いだけじゃない、全体としてうまいとかね、汁なしもマヨネーズかけてけどうまいとか、この日の魚粉もそうで、うん、わきまえてるバランスって感じがしたわ、ということは、うん、いろんな人が来れる一郎系と、うん、そうだと思います、うん、だからちらほらね、後ろにも映ってましたけど、女性の方も見えますし、ね、なんかこう二人連れで、うん、多分こう紹介して連れてきたいお店なのかな、うん、なんかそんな感じの人もいましたし、うん、でまあ、あの年配の方からわりかしね、うん、あのもう学生、これ絶対学生さんだなという人も多いし、うん、もういろんな層の人いましたね、なるほど、美味しそうだったね、うんうん、はい、うん、ということで、もうこの二郎系という枠を飛び越えて一個のラーメン店としてもね、確立してる感がある豚越さん、うん、またちょっと機会を見て伺ってみたいと思いました、はい、はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました、はい。